Uber Eats と YouTube で稼いで人生を楽しもう。アベリア、今日で最後です ね。今日でバイバイだね。ママ迎えに来るよ。暴れん坊ちゃん、もう7時なのになってね。アベちゃんまたおいでね。以上。シューバス連れてるね。50センチぐらい。やだ。眠い。さあ動画作りますか。最近この周期に慣れてきた。この整骨院待ちの間に動画を作っちゃう。ずっと単調なね毎日だから、ネタ的にはね特にないんですけどね。まあ日々の Vlog なんで単調な毎日が流れます。遊びに行きたいけどね。アベリアは今日多分昼から夕方ぐらいに娘が帰ってきてさようならですね。まあ大変だったけど楽しかったね。かなりやっぱ慣れてきたし、うちにもねいい子に育ってます。アベリアも。
軒目、まさかのうちからマクドナルド洋華堂はなった。洋華堂から幕張後で、540円ぐらいかな。行きますか。全然人いないのかな。暑いしね、今日。今10時45分ですね。スタートします。お疲れ様です。ウーバーイーツです。はい、2軒目マックのテクノガーデンから打たせ2キロちょっとで520円。お疲れ様です。ウーバーイーツです。幕張後、これも500円ちょっとな。いやー暑い、今日は暑いぞ。っていうかすげーなるから、もう配達員いないんだな今日は。お疲れ様です。ウーバーイーツです。4軒目マックの洋華堂から若葉 2.3キロ、520円。暑い。お疲れ様です。ウーバーイーツです。あらら、マリアンだな。雲が出てきてちょっと涼しくなってきたんだ。鳴りやんでしまった。あーうるせえな、さっきからこいつ。だいぶ涼んだよ。5軒目スタバのイオンから幕張1、500円。お茶飲もう。すぐ飲み終わっちゃうな。買わないと。やべ、充電器。で、
疲れ様です、ウバイツです。6軒目マックのテクノガーデンから出せ500円ちょっと。他のね、いい案件があったら他の取るんだけど、なんか鳴りが渋くなってきてんだよね。雨雲が来てんな。一雨来そうな雰囲気だ。7軒目スタドンから打たせで2キロちょっとで470円、安くなってってる。今日は平均500円ぐらいかな。はっきり言ってマック行くよりスタドンとかの方が楽でいいよね。すぐ渡してくれるし、だいたい1個か2個だし持ってくる。液体じゃないしね、ほんと楽でいいわ。スタドンがベスト。お疲れ様です、ウバイツです。小雨降ってきた。この雨雲も雨が降る雨雲か。いやまあまあ降ってきちゃってんや。気持ちいいけどこれ以上降っちゃうと嫌だな。この雲だけだろうけど結構雲出てるか。天気予報も雨に変わってたわ、1時間だけ。これぐらいにしといてほしいな。気持ちいい。8軒目サンチャヤから日比野1キロ400円ちょっと。安いけどいいや。ちょっと今日はもう件数早く終わらせて終わりにしたいね。これで8だから残り5をやればいいのかな。お疲れ様です、ウバイツです。9軒目もサンチャヤで幕張1、2キロちょっとで420円ぐらい。お疲れ様です、ウバイツです。マジかよ、超降ってきたよ。びっちょびちょじゃねえかよ。もうさっきやんだと思ったのに土砂降り。終わった、びちょびちょでございます。最悪。とりあえずでもこれ届かねえと。
るとは思うんだけどね。飯でも食うか。あんま腹減ってないけど、バーミヤンぐらいまで行っちゃうか。マックのテクノガーデンから打たせで600何十円かだったね。飯食い終わったし行きますか。これ行って残り3軒。よし、雨もやんだ。まだ降りそうだけどね。あ、とっとと終わらして帰りて。お疲れ様です。ウーバーイーツです。11軒目スシローの海浜幕張から確か若葉だったかな。で600何十円か。やっぱ雨降ってた時ね、オーダー溜まってってたんだね。金額が高いもんね。お疲れ様です。ウーバーイーツです。次が八華堂のケンタッキーから打たせで、これも600何十円かだったね。よし、飯食った後雨上がりが高単価ばっか取れてる。いい感じですね。お疲れ様です。ウーバーイーツです。今日13じゃない、12だ。もう終わりだ。やった、帰ろ。てかすぐお金は入んないんだな、特別プロモーションのやつは。
で6,500-600円ですね。プラス多分後に2,000円入ると思います。多分ね。何ついでに興奮してんのラグ。これラグにあげて。はい。ラグ島に。ワンちゃんへって。これはアベリ。リキューのだよ。すごいね。マジで。リキュータン。これがリキューの。これがリキューの。アベタンのマリオ。これはラグのな。犬用なんだ。おお、すげえ。一個ずつ買ってきたのラグとアベリアを。すごいね。でも全然すげえ体力だ。車の中で寝て疲れないなんて。しかも3日間も。ねえマミ、私がバンジージャンプ飛んだ動画見た？見てない。見てないの？ジャンプやなんかうちでやるから、ね、パンって言った時にお腹ポンポンって叩いて、うん、そう、だからこうやってやったけど、あ、これはやんなかった。あ、これいいよ。もう一回ターンして。ターン。あ、ステイも覚えたね。うん、そっちからもらえない。ラグお手せもお手せもんなもんね。ラグはあれだもんね。思いっきりお手すんないもんね。ラグも欲しければラグもやる。話さないからね。好きなとこ行っていいよ。
しこりの試合見てたら途中で終わっちゃうし、なんかせっかく日本でやってて元からこういう予定だったのかな、全競技の全試合放送してほしいぐらいだね、全チャンネル使ってスポーツ好きとしては。まあオリンピック全く興味のない人もいるからな、難しいところだろうけど、どの競技もねちゃんと見てルールが分かってって感じだと面白いと思うけどね。遅いね、今なんて店やってない時間でしょ、もう配達員さんついてんのに出来上がんない。てかもう頼んでから30分ぐらい経ってんだけど、なんで出来上がってないの、ロッテリア。お、ロッテリアついに改善された、クロスの位置が漏れてないと思ったんだよね。そう、差し込む位置がねチグハグになってるから、やっとだよ、やっと改善されたよ。これならね見逃さないの意味があるね。で1枚剥がして、まさかの2対0の展開なんてね、最高ですね。あ、さすがに作ってからどれぐらい経ってんだろうね、30分以上経ってんだろうけど、しなしな、ポテト全部しなしな。まあしなしな好きだからいいけど、逆にうまいか。よし、ラグネよね、アベリアンもいないから寝ましょう。今日も疲れた。